HKS GR スープラプロジェクトの森です。本日はこちらの袖ヶ浦フォレストレースウェイさんで GR スープラのカーボンブレースのテストを行いました。でこちらのカーボンブレースなんですけれども、具体的にはフロントのこちらのカーボンブレースが左右と運転席助手席の後方に取り付けるような形のブレースになります。純正も A90 スープラ、91スープラともにリア側にはアルミ製のブレースが付いておりまして、でフロントは A91 に変更のところでアルミ製のブレースが純正で取り付けられていると思うんですけれども、それを交換するような形の商品になります。で今回はカーボンを使って、見た目ももちろんかっこよくですね、しかもカーボンですとしなりっていうものがありまして、単純にこのブレース関係、ボディコースを上げるためには硬くする方向になってしまうんですけども、まあ硬くすればスポーツ性能は上がるんですけども、それと同時に弊害として街乗りの乗り心地がバタバタと硬くなりすぎてしまうというところがありまして、そこをこのカーボンを使うことでしなりを使ってそこを両立させる、これを目的としてカーボンを今回は採用したブレースを設定したいと思ってます。今日は堀野学選手に運転をしていただいて、純正とそれからなしと試作品が2セットございますので、そちらをそれぞれテストしていただいてインプレッションをしていただきたいと思っております。はい、今日はですね、HKS さんと、まあ、ゴルフのシャフトで有名なグラファイトデザイン、これ僕も知っているメーカーですけども、そこのグラファイトデザインさんのカーボンのシャフトを使った補強パーツ、これをテストしました。まあ、いろんなパターンでテストをさせてもらったんですけど、これがねびっくりするぐらい差が出て、ちょっと僕自身も驚くぐらいのフィーリングの差が出ました。実際にハンドリングも変わるし、トラクション性能も変わるし、ブレーキングのその ABS の入り方とかも変わるし、それだけだからボディに対する負荷というか負担がね、結構90スープラっていうのは強いんだなっていうのを改めて実感しました。だから闇雲になんかこう固める方向ではなくて、適度にこうしならせながらボディをとタイヤをうまくコンタクトを取った方がこの車良さそうだなっていうのを改めて実感できましたね。で今回のカーボンのシャフトのパーツ、これはねちょっと驚くぐらいいいですね。こう突っ張る方向もあるんだけど、しなりながらそのしなりがすごくマイルドにしなってくれるんで、その感じが乗ってて、すごい差が出る。あ、これだけ結構この補強パーツっていうのはこの車頼ってるんだなっていうのはすごい実感できましたね。効果は抜群、今日はいいテストができたんじゃないかなと思います。じゃあこちらのカーボンブレースなんですけども、今回はゴルフシャフトで国内プロ使用率ナンバーワンのグラファイトデザインさんとコラボレーションで制作させていただくということで、グラファイトデザイン越澤様にこちらでご同席していただいてテストを行いました。では越澤さん、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。実際今日のテストの中で試作品2パターン、テストしたんですけれども、こちらがですね、同じ寸法でできているのにしなりの強度が2種類、硬いものと柔らかいものっていうものをテストしたんですけども、これっていうのはどういうふうな仕組みで硬さの違いを出しているんでしょうか。カーボンパイプの一般的なメリットとしては、まあ、軽量であったり光合成というところがあるかと思うんですけれども、この今テストしていただいたパイプサイズの中で、まあ、カーボンのプリプレグシートというものを使用しておりまして、まあ、それがまあ4層5層っていうふうに積層されて成形されているんですけれども、まあ、その積層されていく過程でもって繊維の方向っていうのが、まあ、カーボンパイプの場合非鉄金属と違ってそのどっちの方向に曲げていきたいかというところで、炭素繊維の方向をデザインできるというのがカーボンパイプの大きなメリットになるので、そのあたりでいうと、まあ、同じような形でもって同じような材料を使っていてもかかわらず、まあ、カーボンの繊維方向で曲がるポイントだったり本当に強度だったりとかっていうところを、まあ、自在にコントロールできるというのが一番の原因、要因になるんですけれども、今結構カーボンってウェットカーボンと呼ばれるものとか割とこう車のパーツでも増えてきたと思うんですけど、その実際に
プリップレグシートの組み方ですとか、はい、っていうところまでこだわってるのっていうと、やはりその辺はゴルフシャフトを作っておられる、はいはい、ところからのノウハウが実際これにも生きているという感じです。そうですね、本当に今ほど申し上げたように、全ての方向にデザインできますので、まあ、ある種組み合わせて無限になってしまうんですけれども、うんうんうん、まあ、その中でも我々がゴルフシャフト成形で培った、まあ、30年培ってきた設計積層の技術だったりとか、まあ、考え方でもって最適なものをデザインして、で材料も含めて採用させていただいておりますので、じゃあ同じカーボンでもかなりそのメイドインジャパンにこだわった、はいはい、ノウハウがつぎ込まれたカーボンのシャフトで今回ちょっとコラボレーションで商品を作らせていただくということで、こちらとてもマッチングのいい商品になってますので、ぜひご体感いただきたいと思います。